ゆっくりしていってねー。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに食らうぜダークトジーフジコルプ。そいつはそう思うのぜ。つうわけで、バンブルビーのデビュー考察動画を始めます。この動画を見れば誰におすすめで、どんな映画なのか、の参考になるように作ったのぜ。あらすじ、考察、評価、補足情報、キャストなどをぐっと圧縮してまとめました。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それでは、ゆっくりしていって。今来た産業、CG がクソよくできている CG ロボットアクション映画、誰におすすめなのぜ？ファミリー層、アクション映画好きに大変おすすめ。まずは、映画のあらすじ解説に入る前に、この映画の前設定の補足説明をします。まず、トランスフォーマーというのは、ジパングが作ったブーブーとかが、ロボットに変形するおもちゃとアニメの総称であり、息の長いコンテンツです。で、この映画は、トランスフォーマー、2007年のハリウッド映画作品の映画であり、トランスフォーマー無印は、Do it! Just do it! の人が主人公の映画なのぜ。そうそう。で、この映画は2007年のトランスフォーマーに出てきた、バンブルビーっていう黄色いキャラがこの映画の主人公。で、この映画も含めて、意味不明な部分の解説なのですが、まず、善のチームのコンボイ率いるオートボットチームと、悪のチームであるディセプティコンチームが、サイバトロン星で全面戦争をしているという設定であり、この二つのイデオロギーはなぜ戦争したのか、とかそういった理由は一切不明ですし、この映画では、善のチームのコンボイ率いるオートボットチームは、反乱軍であり秩序を乱す勢力なのですが、彼らがなぜ反乱軍を組織するに至ったのか、についての理由など一切不明です。だから映画見て、どういうこと？ってポカーンとなるのだけど、気にする必要ないのぜ。この辺は完全にフレーバー要素であり、とりあえずコンボイチームが正義のチームであるってだけ覚えておけばいいです。で、もう一つは、この映画は主人公のバンブルビー以外に出てくるキャラクターはほぼ全部完全新作なので、この映画を見る前に、過去の作品を見る必要は一切ありません。というのはこの映画が2007年の、トランスフォーマーなる映画の一番初めの時系列だからなのぜ。そうそう。なので、この映画から見るのが時系列的には正しいのでおすすめです。で、ざっくりと2007年のトランスフォーマーのあらすじを説明すると、映画トランスフォーマーは迷惑な宇宙人であるトランスフォーマー族が、地球を舞台にイデオロギーの対立による戦争を始めるという、人類からしたら大変はた迷惑なお話の映画であり、この映画は次のバトルコロシアムはどこに住んべ？みたいなノリの映画です。この映画を見た後に2007年のトランスフォーマーを見ると、バンブルビー、って感じになると思うのぜ。まあ、映画を見る前の補足はそんな感じです。では、ここからシナリオのあらすじを解説します。イデオロギーの対立からサイバトロン星で、日夜戦いに明け暮れている2大勢力のロボットたち。そんな中劣勢の反乱軍であるチームコンボイのリーダーコンボイは、このままではチームが壊滅してしまうからという理由で、今作の主人公である石膏ロボットのバンブルビーを、次のバトルステージである地球に送り出す。で、主人公のバンブルビーは、リーダーのコンボイの命令を受けて、一人次のバトルフィールドの地球に向かい、その星での現地調査を始めようとした矢先、地球の陸軍部隊に見つかってしまう。なんとか陸軍の攻撃を回避して、地球人とのファーストコンタクトをしようかな？という矢先、バンブルビーの動きをいち早く察知した敵対勢力の、ディセプティコンの石膏一がバンブルビーを見つけてバトルを始める。このバトルによって、バンブルビーは生体機能を壊され、さらには、瀕死の重傷を負うが、なんとか石膏一のブリッツウィングと相打ちという形で倒すことができた。しかし、そのバトルによってシステムがぶっ壊れてしまい、クソ雑魚な目くじのヘナチョコになってしまうが、命からがら擬態能力を駆使して逃げ出すことに成功する。話は変わり、今作のヒロインである JK は、実の父親ロスから立ち直れていない JK であり、家族とはうまくいかないという感じのベイマックスを始める。なんやかんやあって、JK が擬態したバンブルビーの車を偶然見つけ、この車を修理したら、実はバンブルビーだということが判明。このバンブルビーはブリッツウィングの戦闘後に、正しく OS のリブートが完了しなかったために、ヘナチョコメンタルのおっちょこちょいみたいなクソ雑魚な目くじに弱体化しており、JK との友情を一通りたしなんだ後に、石膏2と石膏3が地球に到着。この石膏2のシャッターと、石膏3のドロップキックが、今作のヴィラン枠であり、こいつらは地球人をうまく懐柔して、反乱分子のバンブルビーを炙り出そうと画策、地球の技術を使ってバンブルビーを発見した後は、バンブルビーをぶっ壊すというミッションと、次の決戦のバトルフィールドは地球ですよ、という通信をする必要があり、これらの準備を始める。果たして JK とヘナチョコバンブルビーは、今作のヴィランを倒すことができるのか、というシナリオ。はい。
で、ここからはこの映画の感想というか、おすすめポイントの解説。まず、CG がモンゲーボイス。この映画って、バンブルビーのシーンとか常にずーっと CG で表現し続けるんだけど、これが本当にボイスで CG に全然違和感ないし、このシーンとか、どんだけ金かかってるんだよって感じ。次に、ちゃんとしっかりテンプレを踏襲している部分で、シナリオはベイマックス風のよくある味付けの、心に傷を負った少年と、愛されロボットとの絆の物語って感じで、まんまベイマックスなのぜよ。当たっているシナリオを、インスパイアした映画なので綺麗にまとまっているし、何よりもチョイブサの JK ちゃんのチョイスがモルトベーネで、チョイブサ JK ちゃん可愛い。ベッドでも化粧したまま寝るなんてことはしないのぜ。この辺がチョイブサな感じでいいのぜ。まあ、うちらおまんじゅうが好きな JK はこのこと。あとはこのおじさんなんだけどね。ここからややネタバレ？で、次に、バンブルビーの味付けがお上手で、この眉毛みたいなパーツを使うことでお上手に感情を表現しているし、かわいい。メモリーの再起動に失敗したバンブルビーは、最終バトルまで、基本ヘナチョコなわけ。この味付けがお上手で、ヘナチョコな部分をお上手にシナリオに組み込んでいるからべね。この部分でメモリーのロードに失敗したから、知能が被災時くらいまで下がってしまったみたいな感じの設定なのぜ。そうそう、だから JK との友情を育みやすい精神年齢まで、落としているってシナリオの演出がお上手でモルトベイね。それとゲーが細かい部分なんだけど、2007年のトランスフォーマーのバンブルビーと、この映画のバンブルビーは鎧のパーツのデザインが違ってて、こっちはビートルっぽいデザインになっているのぜ。ゲーが細かいのぜ。ではでは、最後におまんじゅう的おすすめ度を紹介。おすすめ度は、星1中星5。この映画は普通にデート、ファミリー向けにクッソよくできているし、アダルティが見てもしっかり面白いし、子供を黙らせるのにもクッソ使えるし、どこにも弱点がないガチでトランスフォーマーの中での最高傑作って感じの映画となります。どこにも隙がないのぜ。アクションシーン、ベイマックスシーン、どの場面を撮ってもお上手にできているし、何よりも、全員新キャラにして過去作と一切の接点を、作らなかった部分がモルトベイネであり、こうすることによって、続編ながら、ご新規さんにもお優しい出来栄えになっているし、シナリオは鉄板だし CG がアホほど金がかかってて、見応えバッチリだし最高のサイファイアクション映画って感じです。くっそ面白いのぜ。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか？皆さんのコメント、感想をお待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピー。